画を次々と発想する方法。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日は質問をいただきました。新しく企画部に異動になりました。企画を次々と立てていかなきゃならないんですけど、アイデアがなかなか浮かびません。企画を次々と立てる方法を教えてくださいという話でございます。この企画とかアイデアをいかに出すかって話ですね。これなかなか難しいと思うんです。というかそんなに出ません、残念なことに。そんなにいいアイデアが次々と思ってるように出たらこれは大変です。放送作家でもなります、出るんであればね。じゃあどうすればいいかと、普通の人がどういうふうにしてアイデアやそういう企画を出すのか。もう私なんかもやってます。本の企画とかも考えてますし、今度こういうメルマガの記事を書こうとか、そういうのも企画ですよね。そういうのは考えてます。どういうふうにしてそれをうまく管理してるかというとですね、やっぱメモなんですよね。蓄えるということです。蓄える。私たちの脳の中で日々いろんな発想が生まれております。それはすごいくだらない思いつきかもしれないし、素晴らしい発想なのかもしれないし、面白いアイデアなのかもしれない。この発想って何かっていう話をしたいと思いますね。そもそもね、これあんまりしたことないと思うんですけど、発想っていうのはですね、神経の発火です。神経の発火って何かというと、神経細胞の電位が高まるってことですけど、要するにある物事とある物事が同時に発火するとそれがつながるんですよ。つまり何かと何かが結びついて、あ、面白いことができそうだって多分皆さん方アイデアって生まれると思うんですけど、それがそういうことです。ある神経とある神経がパッとこう同時に発火することによってこうつながる。それがまあアイデアとか発想のまあ脳の中での何が起こってるかっていう状態なんですね。でこのパッと神経がね光る状態を発火って言うんですけど、これってね夢に近いんですよ。夢に、夢っていうのも昨日あった出来事の神経がパッと光る状態ですから。でこれ発火って何に近いかというと花火に近いですよ。打ち上げ花火みたいにパーンと上がってパーンと咲いてすげえ綺麗と思った瞬間にパッと消えていくわけです。皆さんのアイデアもそうでしょ。いやすげえこのアイデアと思って10分ぐらいしたら、あれさっきすごいいいアイデア思いついたのは何だっけなっていうことって多分あると思うんですよ。なぜかというと神経細胞の単なる発火だから記憶になんか残らないんですよね、それはね。じゃあどうすればいいのかって言ったら、光った瞬間にメモをするということですね。つまり何かいいアイデアを思いついたら30秒以内にメモを取らないと、まあ、忘れるというふうに考えていただいていいのではないでしょうか。だから何か仕事をしててもあれこれって面白いんじゃないとか思うと思うんだけど、そしたらすぐメモです。私の場合は付箋紙、デジタル付箋ですね。デスクトップ上に付箋紙があります。メモ帳みたいなやつが付箋紙の色でただデスクトップに貼ってあるんですけども、大体私仕事してる最中ってほぼノートパソコンが開かれているので、パッと思いついたらデスクトップを表示してメモするので10秒以内にメモできます。だからあれこれ面白そう、あこれ今度メルマガネタに使おうと思ったらすぐメモします、デスクトップに。で後からそれをまとめて1週間ぐらいしてもう一回振り返ってみた、これ本当いいやと思ったらそれを本当に実行していくし、つまんねえなこれやっぱりと思ったらパッと消せばいいのでということをやってるんですね。ですから私たちは日々毎日生活の中でいろんなアイデアが次から次と浮かんでいます。何でもいいです。電車に乗っていて中吊り広告を見た時でもいいですし、テレビを見たりテレビの CM を見たり、友達と飲み会をしてたり、あるいはカフェで隣の人が話してるのを聞いたりとか、いろんなところでいろんな情報があって、あこれ面白い、これ使えそうっていうのが多分あると思うんですね。それをとにかくたくさんメモするということですよね。とにかく忘れないうちに30秒以内にメモする、それをたくさんストックしていくということです。あるお笑い芸人さんなんかもやっていましたけど、やっぱりお笑い芸人さんってラジオ番組とかやってたら面白いネタを次から次と、よくこんなにいろんな面白い出来事がここ数日で起きるもんだなっていうぐらいいろいろ面白い話をするんだけど、それもほんのちょっとの面白い話をたくさんメモして書いてるらしいんですね、ネタ帳っていうところにですね。同じです、やってることは。だから日々些細な発想、小さな発想をとにかくたくさんメモに集めて集積していくことで、後々それの中から使えるいい企画、いいアイデアが出てくるということだと思いますので、面白そうな発想があったら30秒以内にメモを取る癖をつけようということが、企画を月々と生み出す方法です。